2011年のアクロポリスラリーアクロポリスラリーはギリシャで開催される世界ラリー選手権の伝統的な一戦。1951年に初開催、1973年の WRC 創設よりカレンダーに加わり、1974年のオイルショック、2010年のローテーション性による休止を除いて毎年開催されてきた。2014年から WRC のカレンダーから外れ2018年までヨーロッパラリー選手権の一戦として開催された。その後は新型コロナウイルス感染症の流行の影響により開催中止となったラリーチリの代替イベントとして8年ぶりにカレンダー復帰する。イベントはパルテノン神殿の近くからスタートする。全体的にダスティーなグラベルの SS が多い。路面に 大粒の尖った石が散乱しているため足回りやタイヤにダメージを負いやすく、王子のサファリーラリーと並んでカーブレークラリーとして知られる。レギュレーションにおいても、このイベントのみ使用可能なタイヤ本数が一本多く認められている。2000年代に入ってから年々フラットな路面になってきてはいるものの、あまりコストをかけずに参戦するマニュファクチャラーの中には、このラウンドを回避するメーカーも、 過去少なからず存在した。WRC の年間カレンダーでは、夏季前くらいに開催することが多く、例年灼熱の中ステージを回る。エアコンのないラリーカーでは、車内温度が50度以上に達し、エンジンの冷却にも支障をきたす。2005年と2006年には、アテネオリンピックスタジアム内に特設コースを作り、体感衆の前でスーパー SS を行った。 ありがとうございます。